はい、今回は9月27日に発売されたネイティブインストゥルメンツ社の超最強バンドルコンプリート14のおすすめプラグインを紹介いたします。量がとてつもなく膨大なんで、今回は自分の制作でも使ってる、まあ、ダンスミュージックに特化したおすすめを紹介します。まずは、全バンドルに収録されているコンタクト7ですね。今回 UI が、一新されて、右側のバーから、各音の視聴ができるようになりました。一つ一つの音を視聴することができるようになって、気に入った音をダブルクリックするとその音源を読み込むっていう方式に変更されています。で、今までは音源をこう読み込んでから音を探すっていう流れだったんで、今回はかなり時短になりますね。で、さらに左上の4本マークを押すと読み込んだ音を維持したまま先ほどの音を選ぶ画面に戻れるっていうので、違う音をこう探したい時にも便利です。で、その検索画面ではその上部にサウンドタイプとキャラタ別に絞って音を検索することもできるようになっています。かなり細かいタグが分かれてるんで、音の種類とか雰囲気とかで探すのも結構面白いかなと思ってます。で、今回新たにコンタクトファクトリーライブラリ2っていうのが追加されて、アコースティックとかシンセとかバンド系の音とかヴィンテージ系の音とか、それこそ40ギガぐらい音が追加されて読み込めるようになりました。そうですね、量がかなり膨大なんで、コンタクト7だけでも十分曲が作れるようなボリュームになってます。はい、次は、コンプリート14スタンダードからの収録で、セッションギタリストエレクトリックミントです。これはギターが弾けない方の味方、セッションギターシリーズなんですけど、それの新しいシリーズのエレクトリックミントですね。ギタリストシリーズおなじみなんですけど、鍵盤一つ押すだけでかなりいい感じに勝手にエレキギターを弾いてくれるっていう自動音源になってます。特にね、最近ダンスミュージックはギターもかなり必須な音源になってきてるんで、これもかなり重宝するかなと思います。で、ギタリストシリーズでおなじみの複数の弾き方のパターンとか、単音でのメロディー機能もついてます。次も、スタンダードからの収録で、セッションベーシスト、プライムベース。こちらもセッションシリーズですね。ギターベースに特化した音源になってます。特にこうスラップベースがめちゃくちゃかっこいい音で、ハウス系の EDM のドロップとかにも使えそうな活かした音になってます。こちらも複数の弾きパターンや単音のメロディー機能もついてます。続いてもスタンダードからの収録で、マッシブ X エクスパンションズですね。今まで発売してきたマッシブ X のプレゼントが全て追加されている形になってます。コンプリートにはね、さまざまなエクスパンションが収録されてるんですけど、マッシブ X のエクスパンションも即戦力な音がかなり入ってて、これはすぐ使える音が入っててすごくいいなと思います。結構前の動画で紹介させてもらったビームとかバンプとかチャージに加えて、アトモス系の音が入ってるフェードっていうエクスパンションと、ハード系のまあその結構バキバキの音が入ってるウェイクっていうのがおすすめです。その他にもまあ様々な音に特化したプリセットがあるんで、マッシブ X の音の幅がもうすごい恐るべしだなっていう感じです。
で、コンプリート14スタンダードからは、ネイティブインストゥルメンツ製品だけじゃなくて、ブレインワークスとかアイゾトープ社のプラグインも収録されています。ブレインワークス社でおすすめなのが、超極太なアナログシンセ、BX オブルハウセンです。もうプリセットが本当に優秀で、すごい音が太いんで、さまざまなダンスミュージックのジャンルで土台になってくれそうな音がたくさん収録されてます。もうアナログ音源はいくつあってもいいですからね。で、アイゾートプシャップからは、マスタリングで夢だ、保存点スタンダードも収録されてます。僕もあの9を使ってるんですけど、最新の10の AI 機能が本当にすごいですね、これ。その AI が曲を解析して、ジャンル別なカラーでパターンを提案してくれたり、細かいあのワイド系のそのパン振りとかダイナミクスとか、全部バンドブで全部いい感じにしてくる。まあ、もちろんマスタリングプラグインなんで、ある程度のバランスを作ってからでないと、まあ綺麗にはならないとは思うんですけど、仕上げの味付けとしては本当に最高ですね。この他にもスタンダードバンドルには以前紹介したノアールとかギターリグ6とかも収録されてます。はい、次は、コンプリート14アルティメイトからの収録ですね。ピアノカラー、これ本当になんかピアノ音源かっていうぐらい不思議な音から、なんだろう、こうアンビエントとか空間系の広いピアノが多数収録されてます。一般的なピアノの音色にこうレイヤーしてみたりとか、あとパッドのようなこう役割で後ろでこう鳴らしてあげたりすると厚みが出て重宝すると思います。で、アルティメイトバンドルには以前紹介したイスタジアとか、あとはエレクトリックサンバーストデラックスなども収録されています。最後にコンプリート14最上位モデルコレクターズエディションからの収録、ローレスですかね。はい、で最上位バンドルにはまあシネマティックな音源がかなり収録されてます。で中でもこのローレスはまあ自分の制作でも使える音源だったので紹介しようかなと思いました。DM 聞いた時から結構一目惚れしてたんですけど、もう容量が70ギガ超えてて、もうパソコン結構悲鳴上げてるんですけど、それに見合ったすごい質のいい音がたくさん入ってます。同じく最上位バンドルに収録のクワイアオムニアっていうのもあるんですけど、これも70ギガ超えてて、もうちょっとさすがにあのパソコンの容量半端じゃなかったんで、今回その紹介はしてないんですけど、とんでもない音源が とにかくたくさん収録されてます。その中でローレスはまあ実際に自分の楽曲にも使用しまして、ブレイクのパッドとかは全然違う質感になるんで、これはかなり重宝しました。まあ結構癖は強いんですけど、シネマティック系作る人とか、あと特徴的な音が好きな人とかは最上位バンドルチェックしてみるといいかなと思います。はい、以上コンプリート14シリーズのおすすめ音源プラグインでした。購入リンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。参考になったという方、チャンネル登録と高評価とコメントをよろしくお願いいたします。 MK シャドウでした。